はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。あ、今日はちょっと晴れたんでね、えー、充電しております。はい。え太陽光パネルで、えー、蓄電器に充電しております。はい、えー、皆さんどうもね、こんにちは。えーとですね、昨日ね、えー、お伝えしたんですけど、どうやらね、ちーちーのピッピーのね、えー、いわゆる、 意の量のね、感、えー、の量々があ、お旅立ちになっていると、多数お旅立ちになっているとの、えー、ニュースをあげましたが、えー、今ね、インディープさんの裏ブログを見たら、あーまあ、まあね、これも、まあ、あれです。はい。なんと、ちいちいのピッピーのね、絡んでいる、はい。ちいちいのピッピーの絡んでいるね、えー、いろいろな、あ、 いわゆる舞台関係です。舞台関係とか、あ芸能関係。はい。そちらの方があ、続々とお旅立ちになっているみたいです。はい。どうやら、因果応報説もありえそうです、これ。はい。え、因果応報説もありえそうです。はい。えー、すごいですね、これは。はい。えー、まあ、 私の知り合いで、えー、CC のピッピーではないとは思うんですけど、とある大学の、えー、いわゆるね、えー、水墨画の教授がいまして、えー、とり、とりあえずあの、名前は出てきてなかったんですけど、えー、まあ、どうなんでしょうかねって感じですね、その方も。はい。えー、とりあえずね、そういう感じで、えー CC のピッピーの関係のね、えー 芸術関係、いわゆる、うー、まあ、タレントさん、映画俳優さん、は、はい、俳優さん、映画監督さん、えー、まあ、いろんな人たちが、えー、お旅立ちということで、全員に関係しているのは、ああ、まあね、ちーちーの P と深い関係があったということです。はい、えー、なので、えー、もしかしたらね、はい、昨日言ったように、 因果の応報というん。はいえーまああの国はねいろいろ不思議なことがある国なんでね、はい未だにね何、えー、て言うのかなそういったものがあまあ日本もそうかもしれません、えー、支配していますつまりね、えー、天の断とりというものが支配してます、はいえー、そういうことでもしかしたらあこれはね え地球からの、はい、警告なんではないかと私は思っています。これがね、もし本当にそうだったら、あ日本もね、全世界もそうなりますよということです。はい。えー、まあ、どうなるかね、今後時間が経過してみなければわかりませんけど、まだ、はおなんていうのかな、大親分というかね、大悪玉はね、まだね、えー、なんともなってないんで、はい。 まあ、ここら辺ですね。はい。今後見ていきたいと思います。はい。こちらの記事ね、非常に興味深かったので、皆さんにご紹介したいと思いました。はい。えー、とりあえず記事貼っておきますので、えー、内容をご確認ください。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。